はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第74回 NHK 杯戦のトーナメント表が発表されましたので、早速その速報及び藤井八冠の優勝確率など考察していきたいと思います。まず A ブロックは左上からいきまして、佐々木勇気八段がシード、前回優勝の佐々木八段がシードとなりました。果たして連覇なるかどうか注目ですが、初戦の相手は佐々木大地七段対郷田九段戦の勝者となります。佐々木対決になるかどうか、この辺も注目です。そしてその下は、渡辺六段対八代七段、実力者対決。そして門倉五段対藤井八冠に公式戦4連勝中の大橋七段。そして、最近振り飛車で絶好調、天彦九段は1回戦シードで、古賀六段対小森五段戦の勝者と対戦となります。そして、深浦九段対糸谷八段戦の勝者が、振り飛車のスペシャリスト、菅井八段と対戦となります。右に行きまして、稲葉八段がシードで、山崎八段対、勝率男、藤本五段戦の勝者が、稲葉八段と対戦となります。藤本五段がどこまで行くか、個人的に本当に注目しております。そしてその下に行きまして、谷川十七世名人は1回戦シードで、大石七段対小山四段戦の勝者と対戦となります。谷川十七世名人もどこまで上がってくるか、本当に楽しみです。あと大石七段、今季 B1 に昇級されました。昇級パワーで上がってくる可能性十分ありそうですね。そして徳田四段対三浦九段戦の勝者が中村太地八段との対戦となりました。そしてその下にここにいました羽生九段、近藤七段対斉藤四段戦の勝者と羽生九段が対戦となります。近藤七段も安定感抜群で非常に強い先生ですが、果たして藤井八冠と同門の斉藤四段がどこまでやれるのか、また羽生九段と会った時にどういう将棋を見せてくるか、その辺も注目して見ております。ということで、ざっくりとレーティングご覧のようになっております。やはりこう佐々木勇気八段と佐々木大地七段、この左上の中では非常に高い数字なので、誰が来るか本当に注目ですね。佐々木八段、佐々木七段、ダブル佐々木コンビが1800点超えておりまして、さらに八代七段 C 級2組にいるのが七不思議と言われている八代七段、ここにいました。そして大橋七段、このあたりの、誰が上がってくるのか大注目でございます。そしてその下に行きまして、天彦九段と糸谷八段と菅井八段のレーティングが非常に高いですが、やっぱり天彦九段と菅井八段が当たった時、どっちの振り飛車が勝つのか、そのあたりもちょっと注目しております。右上に行きまして、やはりこの山は藤本五段がどこまで勝ち進むか、大いに注目しております。右下の山は中村八段という A 級棋士、そして A 級よりレーティングが非常に高い羽生九段、そして近藤七段、A 級寸前の近藤七段、このあたりのこう潰し合いというのが一つ見どころになるかなというところでございます。前期準決勝まで行った羽生九段、今期一体どこまでいけるか注目でございます。続きまして B ブロックご覧いただきたいと思います。左上の山から木村九段対西山女流の勝者が藤井八冠と対局することになりました。もし西山女流が勝ち上がってきた場合は、藤井八冠と初めての公式戦ということで非常に楽しみです。また木村九段といえば、あの伝説の馬の移動捨て合いで藤井八冠を倒したことがありまして、それも本当に楽しみな組み合わせになりますね。藤井八冠、果たして初戦の相手どうなるか注目でございます。木村九段が来た場合の期待勝率は約 90%、 西山女流が来た場合は約 92% ぐらいという、そういう期待勝率になっております。そしてその下に行きますと、富田五段対黒沢六段、澤田七段対上野四段という形になっております。やはりこの山の中で一番注目は上野四段でしょうか。藤本五段に2連勝して、見事に2勝1敗で新人王を獲得した上野四段、どこまで勝ち上がってこれるか、また藤井八冠に新人王戦記念対局のリベンジマッチなるかどうか注目です。この下に行きまして、西尾七段対安光九段、勝者が豊島九段と対戦。この下に行って、久保九段対長谷部五段戦の勝者が渡辺明九段と対戦という形になっています。やはり豊島九段や渡辺九段といったスペシャリスト、そして、久保九段がどこまでさばき、ついこの間渡辺九段に久保九段勝ってますが、果たして久保九段のさばきがどこまでこう勝ち上がってこれるのか、そのあたりも注目しております。そして右の山に行きまして、梶浦七段対伊藤匠七段、
個人的に伊藤匠七段今回優勝候補に上がってくると思いますが、いきなり梶浦七段そして広瀬九段という強敵に当たっておりますので、この山をまず抜けるかどうか注目ですね。そして斉藤明日斗五段対横山七段戦の勝者が永瀬九段と対戦となります。永瀬九段はずっと早指し戦の優勝がなかったんですが、朝日杯でとうとう藤井八冠を下して嬉しい初優勝となりましたんで、一気にこう NHK 杯戦も取るという可能性十分あると思います。そしてその下に行きまして、屋敷九段対千田八段戦の勝者が斉藤慎太郎八段と対戦となります。新 A 級の千田八段がどこまでやれるのか注目ですね。そしてその下に行って丸山九段対佐々木七段戦の勝者が増田八段と対戦という形になりました。もしこのまま行くと新八段同士で当たると、そういう可能性もありそうです。ということで、主なレーティングご覧いただきます。まず藤井八冠が2130点、本当に他の棋士を圧倒するような成績。レーティング2位の永瀬九段から見ても200点以上高いというちょっと異常な水準となっております。そして豊島九段が1830点、渡辺明九段が1810点ということで、まあ、順当にいけばこの豊島渡辺戦の勝者と藤井八冠が対戦と、そういうことになるかもしれません。右に行きますと、やはり永瀬九段がレーティング圧倒的で約1900点、このまま順当にいけば永瀬九段対千田八段か増田八段戦の勝者、まあ、新 A 級のうちのどちらかが当たると、そういうこともあるかもしれません。藤井八冠の現段階での優勝確率というのは約 30% ぐらいとなっております。さすがにトーナメント戦なんで、そんなに高くはないですが、まあ、それでも初戦やる前から 30% 超えてくるっていうのは本当に異常なレーティングの賜物というふうに言えるかもしれません。まあ、順当にいけば藤井八冠は渡辺九段対豊島九段戦の勝者と当たるような、そういう状況になりそうですが、やはり久保九段もまた安光九段も本当に強いので、誰が来るか本当に楽しみですね。そしてこちらですね、右の山はやはり伊藤匠七段が優勝候補になってくるかなと思っておりますが、早々と永瀬九段と当たることになりそうなので、まあ、あとやはり広瀬九段とか斉藤明日斗五段とか、このあたりも上位に来ても全くおかしくないメンバーが並んでおりますので、結構やっぱり B ブロックのこの右上の山は地獄のようなブロックになっているなというのが個人的な印象でございます。また銀河戦で優勝した丸山九段に、この2人の新A級が、どこまでこう勝てるのかと、そういうところもちょっと注目しております。丸山九段は53歳で銀河戦優勝という素晴らしい快挙を成し遂げましたが、果たしてその勢いで NHK 杯戦も勝ち抜けるかどうか大注目で見ていきたいと思います。ということで、やっぱりこのざっくりとご覧いただきまして、 A ブロックと B ブロックだと、まあ、B ブロックにかなりそのレーティングが高い人たちが固まったような、そんな印象を受けます。やっぱりレーティングトップの藤井八冠、レーティング2位の伊藤匠七段、3位の永瀬九段ですね、やはりこう一気にこう固まってきたのかなという、そういう印象でございますが、ぜひ皆さんの優勝予想、準優勝予想とかも教えていただければ幸いでございます。個人的にはやはり藤井八冠が優勝候補、筆頭。前期は惜しくも準優勝でしたが、今期もやはり優勝候補筆頭かなというところで、ただ30秒将棋で非常に短くて、もう誰が勝つか全くわかりませんので、まあ、永瀬九段がまた朝日杯に続いて勢いで取ったりとか、まあ、伊藤匠七段が嬉しい棋戦初優勝と、そういうパターンも十分あると思います。やっぱり久々に羽生ファンとしては、羽生先生の、久々の優勝もぜひ見てみたいなと思っています。まあ、前期準決勝の藤井八冠対羽生九段戦、本当に見応えのある素晴らしい将棋で、もうハラハラドキドキでしたが、最後藤井八冠が紙一重、神業のような受けで受け切って勝つと、そういうシーンがありました。ぜひまたああいうハラハラする将棋、羽生先生に見せてほしいななんて思っております。ということで、藤井八冠の期待優勝確率約 30% 程度ということで、動画締めくくらせていただきたいと思います。やっぱりこう、西山女流と藤井八冠が公式戦で当たる姿、本当に見てみたいなと思ってますが、果たして一体木村九段、西山女流のどちらが来るか、大注目でございます。まあ、木村先生も私本当に大好きなんで、
また昔の木村藤井戦、馬の馬捨て井戸愛で木村九段が勝つという信じられないような神業見せてくれましたが、まあ、ぜひまたそういう将棋も見てみたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。皆様の優勝予想、準優勝予想とかもぜひ教えていただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。